おかわり、体調がゆく。終わりくん、全力疾走してたからな。熱そうやったもんな。壁ありドームは空気こもるからな。ほんまに欠場しとるやんけ。なに考えとるんや中島は。もう一人ので和南支店だ。西武ドームならこんなことには。札幌ドーム痛いなもんで、バンテリンの芝も大概だしな。中日ドラゴンに染まったな。代わりに山川呼んできて。後継が性的異常者ばっかで大変やな。中島ってオリックスだけを考えれば名将だよな。中島は責任取って山川引き取らなきゃね。おかわりのいない西武とかハムにも勝てないやん。張り切りすぎやろ。安田がヒット打ったら頑張ってサード行くし。ジジイに無理させるなよ。おじさん無理させたらいかん。これもしかして中島による西武潰しか。これが中島のやり方かよ。卑怯やな。昨日まではベンチにはいる気満々やったのに。なぜも何も指名打者だからやろ。岡本も途中交代ないし、代打戦でって伝えとくべきやったな。まさか1試合 DH でフル出場しただけで行くとは思わんかったんやろ。もうジジイなんやから大事に使ってくれや。他球団さんにはロートルジジイかもしれんけど、ちな猫の神様なんや。いや DH やろう。代わりが張り切っただけやん。あのめっちゃ張り切ったドスドス走塁やっちゃったせいで、ホームランダービー出たし試合も爆走してたから疲れたか。ご視聴ありがとうございました。